山本由伸が実戦練習で154キロを計測、打者8人に投げ、4奪三振復帰に向けてまた一歩前進。どんどんドジャースが完全体になってきてるな。すげえ、154も出りゃ十分じゃん。このままでは終われない感じか。山もろ2024登板14投球回74、6勝2敗 9S7 奪三振84、防御率 2.92、ウィップ 1.07、 そや帰ってきたら嬉しいわ。体大丈夫なん？ポストシーズンに向けて調整中か。肩は厄介だよな。肘の方がどんだけマシか。9月は無理せず PS で活躍する方が大事やな。150後半はもう出せないんだろうな。PS は投手力だから楽しみではある。なんだかんだ今シーズン中に帰ってこれそうなんやな。よかったよかった。球速落ちてて草、2、3キロくらいなら変わらんか。肩やったら選手生命終わり、って断言する人がたくさんいたのは高齢の知ったかだったのか。最短で9月とかもう無理で草。離脱しても WAR にあるしな。来年の開幕に間に合えば十分だし、今年間に合えば確実に戦力や。斉藤和美がなったからなんだみたいなこと言ってるやつ多かったけど、普通に帰ってきて通用しそうやな。ポストシーズンにいないのが一番まずいからな。寝てても400億もらえるの確定なんだし、無理せずゆっくりお休みしてれば良いのに。すごいね。終われんどん。負荷がかかると痛みが出るから、球数増えた時どうなるか。山本 PS 投げねえと困るのも事実。プラスノー、フラーテ、ストーン、カーショーだけじゃ心もとない。まだドジャース1年目で先長いから無理せず大事にいって。